はい、こんにちは。今日は2020年5月の26日です。先ほどですね、ドローサさんの動画を見ていましたら、iPhone SE、これでですね、UQ モバイルが使えないかなと調べてみたら、なんと iPhone SE に UQ モバイルのメールは対応していないと、困ったねという、ちょっとそういうエピソードがありましたので、早速ちょっと確認をしに来ました。UQ モバイルの、スマホプラン R ならデータ扱い切っても最速、最大1メガで速いと、これが話題になってますけども、これでですね、いろいろこう、自分のスマホにですね、これを入れたら使えるかなとこう気にされている方が、昨日からたくさんいらっしゃるということで、私も気になったので、見てみます。さっきですね、動画に上げてみましたけども、見てみました。でですね、通常iPhone にも対応しているということなので、メールサービスも対応しているんじゃないかと思って、見てみます。で、このスマートフォン、UQ はいろいろ、YMAX もやってますので、スマートフォンと、YMAX のページに分かれていますが、スマートフォンのところですね、対応ですね。で、メールに関して、メールサービスを、のところを、開いています。でですね、メールサービスに関してはですね、UQ モバイル JP のメールアドレスが提供されている。ただしですね、さすが格安SIMらしくて、ここら辺も割り切りでしょうか。提供料金は毎月200円の追加です。キャリアなど普通これはセットがついてきていると思うのですが、欲しければオプションで提供しますということですね。で、申し込みは必須ということになっています。で、 UQ モバイルが提供する製品、動作確認端末一覧というところを、見ると、ご利用いただける動作確認済みの端末を掲載していますと。でですね、こうずらりと見ていきますと、最初に Apple の製品群がありまして、iPhone7、iPhone6S、iPhone SE の第一世代、初代ですね、iPhone5S。iPhone であれば使えるはずですね。ここに書かれているのは、相当古いと思いますね。iOS のシステムがメールに関して特に変更になったわけではありませんから、これは技術が古いと思われます。でですね、ではこの中で一番新しい iPhone7、これいつ書いたんだと思うんですがですね、iPhone7 のところを見てみましょう。で、端末種別、スマホで、 SIM の種別はマルチ SIM ですね。で、 OS バージョン iOS で、データ通話 SMS で、メールがね、なんか注射がついてますね。で、テザリングは OK。で、なぜメールが注釈がついてるの？この UQ モバイル JP を使うための注釈ですね。2番どこでしょうかね。下の方にきっとあるよ。本当にあるのかな。すごい下にある。行きますか。すごい。あ、下に。ご注意で。あった。下ここですね。UQ モバイルのメールアドレスサービスを指しますと。で、メールサービスの詳細はこちら。ご利用にはいかが、必要か。MSMS 対応のメールアプリの設定。マルチメディアメッセージですね。で、アクセス者の、コスモシアというアプリケーションがご利用になりますと。で、MMS の初期設定。ここに書かれているのは、通常のインターネットメールとして使われている、昔ながらの IMAP ポートとかですね、ああいう、こう、シンプルなメールのことではなくてですね、マルチメディアメッセージシステムですから、楽天モバイルで言えばちょうど何でしょうかね、アプリケーションがありますが、
楽天の SIM を入れた端末今見てみますと、あれですね、あの、楽天リンクの、電話の IP 電話の機能も兼ね備えたメッセージアプリケーション、それを使って、やり取りするあのショートメッセージの進化系みたいなやつですね。そういうタイプの、メールアドレスですよということですね。でこれを使うためにはここに書かれているのは対応アプリケーションが必要ですよと、いわゆる、楽天の場合のこのマイ楽天アプリみたいなものの UQ 版対応版がこのアクセス者のコスモシェアということだと思います。ですね、この場合じゃあメールの詳細はこちらって書いてあるので、さっきのところに戻りますね。これね、でわざわざ毎月200円を払ってですね、そういうマルチメディアメッセージの、アドレスを、使いたいでしょうかということですね。問題はあなたは使いたいですか、UQ モバイル JP.JP というアドレスが欲しければ、まあ、こういうものでございますと。でメールの設定についてもこれは、メールサイズが最大3メガバイトの制限がありますと。で添付ファイルは可能ですと。これ写真とかなんかつけて OK です。で、なんと海外では使えない。で、Wi-Fi 送受信もできない。でも、そういうシンプルなメールアドレスではなかなかついてこない、この迷惑メールフィルターというのは使えると。で、なぜこういう機能があるかというと、おそらくこのサーバーに側に設定が入っているということですね。その機能を利用するために、毎月200円を支払ってこの UQ モバイル JP のメールアドレスを提供していますと。でこのですね、メール設定についてこのコスモシェアという、これはですね、ちょっと戻りましょう。あんまり本質的な話ではないので戻ります。でここに書かれているのも Google プレイアプリからダウンロードというふうに書かれているので、まあ、記載がまだここら辺は古いですね。UQ さんはちゃんとですね、ご自分のですね、ホームページの中身をちゃんとその時々の最新版にしといていただきたいと思います。これは古いです。対応端末が iPhone 7までというのも古いですしね。これは後でユーザーの混乱を招くと思うので、ちゃんと新しい情報に更新しておいていただきたいと思います。で、まあ、私が言いたいのはですね、この無理をして、UQ モバイルのですね、アドレスを使う必要はないでしょうということです。で、iPhone 自体は、iPhone 自体に関係なくですね、今売られているですね、スマホ、iPhone とそれから Android が、まあ、大きな2つの種類ですけれども、両方とも Gmail が使えますので、しかも Gmail アプリ、メールを使うためのアプリがありますので、Gmail のアドレスをですね、1つ、使って、あるいはすでにお持ちのですね、Gmail のアドレスを使ってメールをやるというのはできるので、全く困ることはないと思います。Gmail の、アプリに関しては iPhone の場合は、まあ、お使いの方はお分かりでしょうけども、専用の Gmail アプリも使えますし、あるいは iPhone のですね、iPhone 最初から入っている標準のメールアプリで、Gmail の設定もできますので、iPhone SE を買われてもですね、UQ の、このサービスを加入しても Gmail を使う限りはメールに困ることは全くないでしょうということを言いたいと思います。単純に UQ モバイルのこのページを見ちゃうと動作端末一覧に iPhone SE がないので、iPhone SE は使えないんだと思われる可能性がありますが、これの情報は多分かなり古いので対応は少なくとも iPhone 7で対応できる以上
そういうメールシステムについて iPhone SE との差がありませんので、なんなら問題なくメールサービスは使いますし、まあ、毎月ですね200円かけて UQ モバイルのアドレスを取得する必要がなければ、まあ、無料のですね G メールを使われるのが安心かと思います。はいですね、せっかくですねこうやって話題になるサービスを発表したのですから、 UQ モバイルさんはもう少しですね自分のところのですねサイトの内容もきちんと最新版に更新しておかれた方がいいと思います。特にサポート関連のページですから、そこを新しくすればですねユーザーサポートの手間も減るはずですから、そういう中身のチェックとそれから更新をよろしくお願いします。まあ、私はどうするかまだ決めてませんけど、もう少しちょっと様子を見てですね他社の、他のサービスも出てくるの多分出てくると思うので、そこと比べてどうなるかというのを含めてちょっと様子見をしています。以上です。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。